新鉄バス株式会社は、神戸電鉄沿線で路線バスを運行しているバス会社、神戸電鉄の100%出資式会社である。神戸電気鉄道のバス部門を分社して発足。戦後に開業して、新鉄沿線をエリアとして、年々路線網を拡大していったが、近年は逆に縮小傾向にあり、2003年に主要な一般乗り合い路線を阪急バスへ譲渡し、 自社の分譲地と、最寄り駅を結ぶ培養路線のみの運行となった。2018年3月31日現在、営業キロ数は17.0キロメートル、保有車両数は98両である。中里町バス停、神戸電鉄鈴蘭台駅の高架下を通過する、中央病院、雪の新鉄バスの日乗りエッセ。経由地の詳細は、阪急バスからびつ営業所。 山椒有馬温泉ループバスゆけむりバス多くの送迎バスを運行しており、車体に学校名、施設名などを表記した専用のバスも多数運行されている。また、施設をイメージした車体に改造したバスや、ボンネットバスをイメージし改造されたファンタスティックバスもある。今は、ザ・レジデンス、神戸舞子の送迎からは、新鉄バスが撤退しており、今は、山陽バスが担当している。 今はボンネット風のポンチョは廃車されマイクロまたは真っ白のボディのポンチョで送迎されています。ありがとうございます。